あ、まあ、わかりやすい。日本人ってスーパーボール級なんすね。その例えだと。こいつ先制技ある、ディンドゥーって。新速打った方がいいかな。ちょ、一応ポケレッツ見てこよう。いや、なんかパオジオンが不意打ち使えるから、こいつもなんか使えそうなんだよ。いや、見てる感じでもないな。じゃあインファでいいか。最速起きした時のアドが一番でかいから。ああ、まあ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 。てか相手テラスタルタイプ使ってないからさ、これあ、使ってるわ。ニンフィアに使ってたわ。いや、ルカリオ地面技はありだと思う。そのあるとサーフ号とかは楽になる。じゃあ、あれつきますか、コーナー。ええー、硬っ。これ、え、ちょ、押せてないんだけど。あ、やばい。あれ、これやばい。え、死ぬ、向こうの攻撃で。え、地震は耐えそうじゃない。いや、死ぬか、地面タイプ。うわ、危ね。まあ、これで大丈夫でしょう。うえー、危ねえ。対戦ありがとうございました。まあ、ミミッキの火力がないのもあるけど、まあ、それにしても耐久ライン高くない？ H155、B125。H155 ってさ、いや、またクレセリアより硬いやつ出てきてるやん。テラスタイプゴーストでしょ。じゃ、あれつくのがダメージ出るっしょ。シャドウクロ打つより。いや、フェアリーだったらテラスタルは絶対してんだけど。Thank you.